こんにちは、ネッツトヨタ富山魚津店のアミーとシャルロットです。今回は待ちに待った10年ぶりの新型ですよね。そう、10年ぶりにモデルチェンジしたその新型アクアを紹介しちゃいます。イエーイ。さあ、10年ぶりの新型ということで伝えたいことはたくさんあるんだけど、ポイントをぎゅーっと3つに絞って紹介しますね。はい、アミー先輩。せーの、それではどうぞ。今回はこちらのアクアを使って紹介するね。わー、これが新型のアクアですね。どの角度から見ても素敵。じゃあここからは伝えたいポイントを詳しく説明するね。はい。見逃さないようにね。どうぞ。ポイント1、10年の熟成を経てここまで進化した新型アクアの性能。まずは何といっても燃費。こちらの X グレードでは WLTC モードでリッター 34.6kg、 世界トップレベルの低燃費を実現しました。おお、すごいですね。この低燃費性能を実現するために新開発のバイポーラ型ニッケル水素バッテリーを世界で初めて採用しているんです。これはバッテリーの常識を覆すほどのすごいものなんだよ。そしてこの低燃費性能を発揮するのに大切なのが低重心で光合成のボディ。知ってる、 TNGA ってやつですね。そう、その TNGA プラットフォームのおかげで運転しやすく安定感のある走行ができるんだよ。そう、あと忘れちゃいけないのが、ここ富山県でも要望の多かったついに四駆ができました。やったー。燃費は？アクアの四駆は E4 という電気式システムを採用しているから、四駆なのにリッター30キロという驚異的な燃費になっているよ。あと押さえておかなきゃいけないのが、わかった、安全装備だね。新型アクアには最新の予防安全装置が搭載されているんだ。前のアクアからさらに進化しているよ。新型アクアにはこちらのトヨタセーフティセンスが全グレードに標準装備されているんだ。おお、たくさんあっていいですね。他にもいろいろな先進機能があるけど、後からもう少し紹介するね。はい、後からもう一度聞きます。ポイント2、乗るほどに分かるワンランク上に進化した上質で快適な乗り心地。実は今回の新型アクアはボディサイズは長さも幅も全モデルと全く同じサイズなんだけど、室内がさらに広く快適になっているんだよ。この大きすぎず小さすぎずのちょうどいいサイズ感がいいですよね。運転席周りには多彩な収納スペースも用意されているからすっきりしているね。これだけあれば収納に困ることはなさそうだね。ワイパーの停止位置を少し下げたり、フロントピラーをスリムにしたり、三角窓を大きくしたりと運転手に嬉しい改良もたくさんされているよ。へえ。さっき紹介した TNGA ボディのおかげで上質で滑らかな乗り心地だし、さらに静かな仕上がりになっているよ。新型アクア運転してみたくなってきた。後から試乗しようね。運転するならぜひ試してほしいのが快感ペダルだよ。モードを選択したら加速の力強さとともにアクセルオフの減速度が強くなって、アクセルペダルの操作だけで速度調整がしやすくなっているんだよ。ボディカラーは？私はこの新色のクリアベージュメタリックが気になっているの。ボディカラーは新色のクリアベージュメタリックや、このプラチナホワイトパールマイカなど全9色のラインナップになっているんだ。素敵なカラーバリエーションだね。ポイント3、ちょっと先を行く多彩な先進装備の数々。イエーイ。さあ、最後のポイントはちょっと先を行くような先進装備をご紹介します。これらはグレードによって装備の有無が異なってくるので注意してね。はい。まずは全グレード標準搭載となっている非常時給電システム。もしもの時に備えて新型アクアは電気を供給できるようになっているんだよ。ガソリンを電気に変換して最大で5日分の電気を供給できるんだ。標準装備って地味にすごくないですか？他にも便利機能として、すごいですね、どれも気になります。確かにどれも興味深いけど、詳しいことはお店の人にちゃんと聞いてね。はい、わかりました。さあ、どうだったかな。新型アクアのおすすめポイントを紹介したけど、本当にいい車でしょ？もうすっごい気になっています。早く試乗してみたいです。慌てないで、新型アクアの試乗するならおすすめはネッツトヨタ富山魚津店だよ。わかりました、ネッツトヨタ富山魚津店ですね。じゃあ今すぐ出発します。ネッツトヨタ富山魚津店の皆さん、